坂井さんだーだ。みんな本を読むのは好き？うちは大好きだよ。まあ、基本的に、絵が描いてある本なんだけどね。ということで、今日は森の中に図書館を作っていきたいと思うよー。材料はいろいろ必要なんだけど。見てみて。本棚はマロくんのところの、マロリーヒルズで、交易してきたよ。あとはマングローブの根っこが、もうちょっと欲しいんだけど、マングローブまで行くのが、すごーく遠い。あと、泥レンガってみんな知ってる？去年のカズクラワールドで、無限に泥が手に入って、泥レンガがあったんだけど、今年のワールドでは、どこにあるのかわかんないから、あのスーパージャジャ倉庫に、借りに行こうと思うよん。行こう。じゃーん。やって参りました。スーパージャジャ倉庫。みんなはスーパージャジャ倉庫を知ってるかな？勝手にうちがそう呼んでるだけなんだけど。ここには、マイクラのほぼすべてのアイテムが、仕分けされているという、究極の倉庫であります。見てみる？ほら、仕分けが美しいね。別名、カタログ、と呼ばれている。なぜかというと見て、これ、階段ブロックなんて、仕分ける必要あるのか？その辺を問いただしたい。すごく綺麗だろ？うちも収集癖があるので、ここの倉庫大好きなんだ。今日探していくのは、まず、泥レンガ。泥レンガ、さすがです。いただきます。そんなに使わないかもしれないけど、多めにもらっていきますね。お次は、マングローブが、もう少し欲しい。マングローブは、植物エリア。みんなうちより先に見つけられるかな？はい、ありました。マングローブの根っこ。これは、余ったら返しに来るからね。お借りします。それにしても、スーパージャジャ倉庫すげーな。よーし、では、作る場所まで、レッツゴー。素敵だなぁ。やってまいりました。引退場のユートピア。おーおー。アッキー元気してたか。うん、元気してたよ。アッキーアッキーよし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 。サンダー。のびのび暮らしてるか？うんうん、楽しく暮らしてる。よし、かわいいな、アッキー。よし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 。アッキーは、コハロンさんの馬です。足が激遅。ふう。それでも、かわいいだろう？よしよしよし。キュンです。今日は森の中に、図書館を作りたい。場所の目星は、つけておいた。この後ろの森がいいかなって思うんだよね。この辺ちょっと谷が多いけど、この木のあたりなんて、どうだろう。少し整地をして、この辺に建てていきたいと思います。では、整地だー。木を切るのは、最低限にしないとね。切りすぎるのは、ナンセンスだよ。ザザザッと周辺の木を切って、ちょっと少し整えていく。いい図書館ができるといいな。こんなもんかな？どうだろう。これぐらいあると十分かな？いいねいいね。だいぶ綺麗になりました。よーし。葉っぱも資源葉っぱも資源。まずそうだなー。正面はどっちだ？あっちが牧場ってことは。ちょっと道を作ってみようかな？この辺から。つなげていこうかな。うちお得意のざっくり小道ができました。最初の道はこんなものでいいのですよ。後で考えればいいのですよ。よしよし、小道はこんな感じ。図書館は切り株の中にいるような、トトロの住処みたいな、そんなイメージで作っていくよ。まず大枠決めますか。こんな感じ、丸い感じにしていきたいんだよね。もう円を作るのも、喋りながらだって、できちゃうぐらい、慣れたもんだぜ。完璧でしょ？すごいでしょ？そうして、ちょっと試したいことも、あるんだよな。先に木を生やしておけば、建材の節約になるんじゃないかという、そんなことを考えているんだ。あのね、ここに巨大樹の枯れたようなものを作ろうと思うんだけど、先に
巨大樹を生やしておけば、建物になるんじゃないか？ほい。そうだった。地面が変わるんだった。これ好きじゃないんだ。やってしまいましたな。ああ、莫大な時間がかかる。やんなきゃよかった。みんなは横着しちゃダメだぞ。これもう一回普通の土に戻したい。後で考えるか。生えてしまったものは仕方がない。もしかしたら活かせる未来があるかもしれない。よし。こいつは、切ろう。横着ダメ。絶対。作っていくよ。道からこう繋がるから、こっちが入り口でもいいか。まず本棚を乗せていきます。図書館だから本棚を使っていくね。面白いでしょ？みんなお楽しみにね。待って、ちょっと規模が大きすぎた。作ってはみたけど、少し縮めます。そこまでワープ。ああよいしょ、小さくするどころか、大きくなっちゃったー。これで合ってるのかちょっと不安だけど、続けていくよー。こうだな、積んでいっちゃう。皆のものを見よう、この新しい技を。マウスの連打設定したんだ。えっへん。こんな感じでどうかな？次は飾り付けをしていくよ。1,2,3,4。 そうそう、ちゃんとクリエイティブのワールドで試作を作っているから、ある程度うまくいけると思うんだ。いいねいいね。オッケー。これこれ、この感じがとってもいいと思うんだ。これを四方に作っていこうと思うよ。スタートを。入り口をどうするかだなー。王道ですね。そしてオーケー。これが一階部分となるよ。後で微調整するけど、とりあえず一階部分の完成です。よーし、まだまだ行くよ。次は二階だ。逃避のドアとトラップドアを使っていくよ。頭皮の原木をとことこ並べまして、こんな感じ。この上に頭皮の板材を置くよ。いいね。ちょっと装飾もしていきます。この角っこというか曲がっているところを工夫していくよ。こうか。他のところにもこれを作っていくよ。こんな感じです。なかなか素敵な一階ができたんじゃないでしょうか。いい感じ。よし。では次は二階部分に行くよ。レッツゴー。二階部分を作っていくのはリプレイでやっていくね。二階は一階に合わせて作っていくから、お茶の子さいさい、お手の物だよ。どんどん本棚や板材、原木を積み上げていくんだー。二階部分の完成です。2階の通路のところなんかを、ちょっと複雑にしていきたいなって、思うんだけど、開放感あふれる感じっていうのかな？どうかな？迷いますね。こういうのも好きなんだよな。こう、こんな風に壁に柵がついた感じ。こういうのちょっと好き。トン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 、ちょちょちょのちょう。ええやん、ええやん。よし。いいんじゃないか？いい、いい。よし。ここからが大変。
実はこの図書館、枯れ木の中の空洞が、図書館みたいな感じの、イメージだから、周りを囲む作業が、めちゃくちゃ大変。この本が見えないように、ぐるっと一周、原木を置いていこうと思います。その周りを囲むための原木が、めちゃくちゃたくさん必要になってくるから、なんとうちは、シューカーボックス1個分、ダーンと準備しました。あとは装飾に、マングローブの根っことか、泥レンガとかを、使っていきたいって思ってる。うまくいくでしょうか？では、やっていこう。ということで、うちは、見た感じが枯れ木に見えるように本棚を囲っていくのであった。あれれ？雨が降ってきちゃった。うちは雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持っている。うちってば図書館にいたから、文学少女になっちゃったかも。うふふ。どんなもんだろう。ふむふむ。あやややー、ここだけがっつり丸見えだった。丸見えでございましたよ。この面全然見てなかった。急いで隠します。これで、でっかい木が枯れて、上にでっかい穴が開いたみたいなー。そんなイメージなんだけど、どうかな？どうかな、どうかな？でっかい木の感じはする。多少崩れて中の本棚が見えた方が、朽ちた感じの、イメージ出るかな？いいね。外をもうちょっと、装飾していくよ。朽ちた感じを見せていきたいんだけど、どうするのかというと、お得意のシャラリーンを使っていくよ。こういう風に土を置いて。シャラリーン？ああ？なるほど、緑じゃないと草は生えないのか。草ブロックだね、あったあった。これ周りはどうなるんだろう。シャラリーン。原木に広がったりはしないんだね。なるほどね。ってことは、シルクタッチのこれで、草ブロックを集めないとな。この辺は景観を汚したくないから。ちょっと離れたところに行こう。この辺ならいいか。おやおやややや。これだけあったら十分だろう。こういうところに、草を生やしたい。お花は咲くのかな？咲くね。やったー。葉っぱも入れていこう。隙間合間に、落ちないように、草ブロックを置いていこう。よしよし。もうちょい草ブロックが欲しいな。とやややややや。こんなもんかな。そして、木の根っことか、泥レンガも、準備してみたんだ。合うかなと思って。どうなったかな？まあ、こんな感じに、突如現れた、巨大な枯れ木、どうでしょうか。次は、内装をやっていくよ。一段下げたいんだよね。あ、ちょー。こんな感じでいこう。中もシャラリーンしていくよ。ちょっと生えすぎ、長い月日が経って、苔むしちゃった感じ、苔でもないけど。ふんふん、この辺に、筋でも咲かせておく？侵食された感じ、どうかな？暗くなると困るから、ランタンと、フェンスで湧き潰し、この辺にぶら下げられないかな？できたできた。ブローベリーは、上の方から、めちゃくちゃ垂らしたい。伸びすぎちゃうから、ハサミでいい感じにカットする、あっても、めっちゃ長いやつ、作っておいてもいいか。あとは、緑要素を増やして、朽ちた感じを作っていきたい。どうかな？クローベリーがなくなりそうだ。そんな時は、コップンで、あたた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 と。よしよかろう。よーし、内装をこんな感じで、ちょっと侵食されつつある。図書館を再現してみたよ。あと道をどうするかだな。これが好きじゃない。ポドゾル。ちなみにポドゾルは、大河の原生林と竹林の表面を自然に覆う土タイプのブロックだよ。
ポドゾルって、ドライカレーに見えない？ポドゾルは例外なくて不挙です。こっちに道が繋がるように、作っていこう。荒れ果てた道ってことで、草を生やしておくか。生えすぎ生えすぎ。昔の名残みたいな感じで、泥レンガブロックを敷いていく。ハーフブロックにもできるのかな？できる。段差はハーフブロック。根っこで枯れちゃってる感じを表現したいな。失われた遺跡的な感じで、どうかしら。こっち側は、道があるのかわかんないぐらいで、あれ？道あったかな？くらいの感じで行きたい。気づく人は気づく感じで、それで気づいた人が、こう道を抜けていくと、なんだなんなんだ？っていう感じで、ブブーン。もうちょっと、朽ち果てた感欲しいな。あえてこの辺、本棚めちゃくちゃ見せるっていうのも、ありかもしれないな。こんな感じでどう？根っこもありだな。光ゴケもいいな。図書館の中も光ゴケ使ってこうっと。よしよし、できたんじゃないか。ちょっとストンとした感じが、否めない。何千年かけて育った大きな木だから、ストンとはしていないよね。ゴツゴツ感を根っこでやってく。うんうん、これでいいんじゃないか。よし、できた。どうかな？こちら。森の中の朽ちた図書館。完成です。誰か見つけて入ってくれたらぜひ、影もっと入れてみてほしいんだよね。では参ります。いかがでしょうか？森の中の、朽ち果てた、図書館でございます。大きな木の中に、図書館があるんだけど、それが使われなくなって、だんだん、侵食されていっているよ。っていうのが、コンセプトです。なので、雨漏りも全然します。飛んでる人がもしかしたら、見つけてくれるかもしれないけど、こちらなかなかの秘境なので、見つからないかもしれません。これこそグリちゃんの、建築はストーリーだからが使える。改めまして。建築はストーリーだから。ちょっと締めに撮影させてください。やっていこう。ここは引退場の、ユートピア。その奥へと続く古い道をたどっていくと、昔々そこには大きな森の中の図書館があったそうだ。その図書館は使われなくなって、何百年経ったろうか、百年は言い過ぎか、みんなに忘れられた頃、うちが発見したってわけさ。誰も通らなさそうな小道を、こう歩いていくと、そこには、何やら昔、人が住んでいたような、文明を感じます。そうです。なんとそこには忘れられた、図書館が現れるのです。伝説の書庫でも、あるのでしょうか。そこは、時間とともに、植物と共存する、図書館になったのでありました。ダンちゃん、いかがだったでしょうか？この図書館が素敵だなって思った人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。では、また次の建築でお会いしましょう。バイビー。